はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、バイクをね、磨こうと思います。これね、以前ね、もらった、レオコートっていうね、これ2万7000円ぐらいするんですよ。ちょっとアマゾンリンク貼っときます。まあ、これで今から洗っていきます。ガラスコートですからね、ピッカピカになるはず。ちなみにね、レオコートスーパーガラスコーティングセット、車バイク用なんですね。あ、一応まあバイクもいいのか。ガラスポリマー、シャンプー、粘土パフ、こんな感じで入ってるんですね。高級ですよね。27,000円。メイドインジャパンか。とりあえずね、水洗いしていきまーす。いや、汚ねえな、しかし。かっこいいでしょ？ほら、これイタリアのベスパクラブの、これなんやろね、紋章みたいなの貼ってます。これね、レーザーカットでね、作ったんですよね。うわ、もうこの辺とかもドロドロやな。シャンプー、あ、シャンプーな、思い出した。こんなんです。これシャンプー。これ、なんやろ、ガラスコートかな。あ、これシャンプーか。これがポリマーコーティング剤。で、これがガラスコーティング剤ね。こうやって振って使います。ほんでこれね、ダイソーで買ってきたガーズシャンプー、これ100円。まあ、これホイール用なんですけどね、これ使います。まあね、ダイソー何でも売ってますよね。まあ、直でやってもええんかな。ブラシでこすっていきます。まあ、結構泡が出る。ホイールとかね、綺麗になると思いますよ。細かいところ抜群。あ、でもなんか洗ってるとペロペロ取れるわ。マットも洗いの。あ、どうしよう、もうしんどくなってきた。よし、綺麗になった、綺麗になった。まあ、このオイルがね、ちょっと垂れるところは適当にやります。こんなもんでいいか。はい、本当はね、この粘土パフでこのシャンプーをやっていくんですけど、もうこれね、使っちゃってるんで、もうこっちの雑巾でやっちゃいます。さっきのはね、軽く100均のやつだったんですけど、今回はいいシャンプーですからね。ちゅうかこれすごい泡立ちすごない、これで。続いてこの金色のガラスコーティング剤塗っていきます。これね、振ってくださいね。水でざっと流しました。もっとちゃんと流さなあかんかな。専用のやつに出しの塗っていく。擦り傷が、すごいあります。これでちょっと消えるかな。はい、で最後にね、この銀のポリマーコーティング剤、これ塗っていきます。軽く滑らすように。おお、なんか気になってるような気がする。これね、曇りの日にね、やる方がいいみたいですね。炎天下だとなんかね、すぐ乾いてムラになるみたいです。で、こうね、ムラにならないコツはね、立って横とするのがいいみたいですね。最後ね、ムラを拭き取ります。これちょっとね、良さげな拭き取りのちょっときめ細かいタオルで拭いていっています。わ、すごい、わ、ツヤ出たわ。どうこれ。鉄板のね、ところが本当にツヤっと綺麗になりますね。結構ムラなく綺麗にできたかな。さすがにこういうのはね、消えないですけど、この辺もね、さすがに消えないですけど、こう深い傷はね、消えないです。ほら、この辺ツヤツヤでしょ。めっちゃ綺麗わ。はい、綺麗になったところで、これね、ジブリ記念館。どこに貼るのがいいかな。ここかな、ここかな、ここ、違うな。よしよし、ここに決めました。ふりゃふりゃふりゃ。これね、よく見たら、ほら、トトロね、います。どう、かっこいいでしょ。はい、いかがでしたかね、レオコート。これね、2万7000円する高級ガラスコーティングなんですけど、バイクはね、すぐできました。こちらの商品はね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。
はい、というわけで私のベスパをガラスコーティングしてみたでした。じゃあね、バーイ。